選手生命は短かったが、すごい選手だったというプロ野球選手も少なくないはずです。短命でありながらも、球団のために貢献した姿は、我々野球ファンの記憶に鮮明に残っています。短い期間であったけど、輝いていたあの選手や、記憶に残っているあの選手について、今も議論することはあるでしょう。ということで今回は、短命に終わったが、印象に残るすごすぎる選手たちをご紹介します。市場康弘。東北楽天イーグルスの球団創設当初のエースのうちの一人といえば、市場康弘と思い浮かべる方もいらっしゃるはず。市場は2004年のドラフト会議にて、自由獲得選手枠で入団。楽天が球団創設の年で先発陣が手薄だったこともあり、入団1年目から市場は開幕ローテーション入りします。活躍を期待されていた市場ですが、2004年シーズン前半戦の成績はなんと0勝。さらに防御率は、7.15 と散々な結果で2軍送りになります。再び1軍に合流した市場でしたが、1年目の成績は23試合登板して2勝9敗、防御率も 5.56 でした。チームも38勝97敗という結果に終えて、いかにイーグルスが暗黒期であったのかが分かります。入団2年目の2006年、市場は開幕投手を務めることになります。開幕戦こそ黒星に終わってしまいますが、その後は破竹の勢いで勝ち続け、シーズン前半だけで5勝を挙げる活躍を見せました。しかし、その後はチームの不調も続き、最終的には7勝14敗、防御率も 4.37 という成績に落ち着いてしまいました。入団3年目以降の市場は怪我に苦しみ、登板数も年間10試合程度にとどまることになります。2009年にはヤクルトに移籍しますが、その後も怪我で崩したフォームに苦しみ、2012年に戦力外通告を受けて引退してしまいます。市場の一番の特徴は無尽蔵なスタミナでしょう。入団当初のイーグルスでは全体的に選手層が薄い中、市場が先発でイニングを食っていたから、ローテーションが回っていたと言っても過言ではありません。成績こそ負け越してはいますが、2年目の市場は年間を通してローテーションを守り抜き、193イニング近く投げたことに価値があります。さらに球団生え抜きの投手で初めて規定投球回数を達成した投手です。イーグルス暗黒時代を支えたエースとして、いかに野村監督からの信頼が厚かったかが伺えます。そんな市場投手ですが、彼の一番のハイライトは入団1年目の西口との投げ合いでしょう。イーグルス打線を完璧に抑え圧倒していた西口でしたが、市場も負けていませんでした。この時市場はライオンズ打線を相手に9回0失点に抑えて178球にも及ぶ力投を見せます。そして勝敗こそつかなかったものの、西口の完全試合を阻止。この熱闘ぶりを覚えているファンも少なからずいることでしょう。市場は球団創設に惑わされた投手のうちの一人といえます。2004年にドラフトされていなければ、今もなお田中将大選手のような活躍をしていたかと思うと、もったいない気がしますね。赤星憲広。2000年代の阪神タイガースを支えたスピードスターといえば、やはり赤星憲広です。その足の速さからファンからはレッドスターの愛称で親しまれました。当時その非力さからスカウトの評価が低かった赤星ですが、タイガースの監督を務めていた野村監督の一言により、2000年のドラフトで4位に指名されました。ドラフト入団時の記者会見では、新庄が FA 移籍を決めたこともあり、新庄さんの穴は僕が埋めますと強気な発言をしたことで話題を呼びました。入団当初は内野の頭を越える打球を打てないほどの非力さであった赤星ですが、野村監督のアドバイスにより内野の間を抜く打球を打つための練習に専念します。その結果、ホームランこそ1本、ツーベースとスリーベースも合わせて年間で13本しか打っていませんが、ヒットを148本記録、打率も2割9分2厘を記録して、その年の新人王として選ばれました。もちろん持ち前の足の速さを生かして、1年目ながら39個の盗塁を記録し、新人王のほか盗塁王のタイトルも獲得しています。2年目以降も毎年のように打点ぶりを発揮した赤星は、2005年まで毎年の5年連続盗塁王のタイトルを獲得します。圧巻だったのは3年目の2003年から2005年にかけて3年連続60盗塁以上を記録。特に選手生活3年目となった2003年には打率を3割1分2厘記録し、タイガース18年ぶりのリーグ優勝に貢献しています。その後2005年の巨人戦にて通算200盗塁を記録。2006年以降の赤星は首の怪我に悩まされますが、持ち前の気合やトレーニングによりなんとか試合に出場し続けます。2009年には痛み止めの注射を打ちながら野球を続けますが、医師から最悪命の危険性があるとの診断を下され引退を決意します。通算9年の活動でありながらも、盗塁王5回、ベストナイン2回、ゴールデングラブ賞6回を獲得して、小柄な選手でも活躍できることを証明してくれました。赤星の選手としての特徴は、
その圧倒的なスピードです。赤星のバッティングから一塁ベースに到達するスピードは 3.74 秒と言われています。 3.8 秒台で球界トップクラスと言われている中、このスピードはレッドスターの名にふさわしいです。当時巨人で一軍の投手コーチを務めていた尾花が、誰が1番を打っても赤星の3分の1にも満たないのではなどとコメントしていたように、赤星は他のチームからも絶大な評価を獲得しています。当時イーグルスの監督を務めていた野村監督は、赤星の足は警戒するぐらいでちょうどいいなどとコメントを残しています。一度監督の立場として赤星を指導したことがあるからこそのコメントでしょう。また赤星はたびたび怒りを爆発させる場面があることから、チャッカマンとも呼ばれていました。インタビューが聞こえないとヤジを飛ばすファンに対して、入ってねえんだよこの野郎と怒号を飛ばす場面も見られます。赤星としては選手に対して失礼だろうという考えのもと、このような対応をすることがあったようです。赤星自身が真摯に野球に取り組んでいたからこその対応だったのでしょう。伊藤智仁、怪我に泣くことが多いプロ野球選手、その中でも怪我に泣いたガラスのエースといえば伊藤智仁です。1992年のオリンピックで活躍した伊藤は、1993年のドラフトにて1位でヤクルトに入団します。その後は期待通りの活躍を見せて、1年目にもかかわらず前半戦で7勝2敗、防御率も0点台を記録して、ピッチャーとしてこれ以上ない成績を記録します。さらにジャイアンツ戦ではセ・リーグタイ記録である16奪三振を記録しています。シーズン中盤に戦線離脱しますが、その輝きは新人選手の中でも圧倒的で、その年の新人王を受賞します。なお1993年のヤクルトはシーズン成績で日本一に輝いていますが、伊藤がその原動力の一員であったことは間違いないでしょう。ヤクルトの優勝のためにフル回転であった伊藤は、チームのために球数を惜しまず投げていました。ルーキーながら先発した試合は9回まで完投していることが多く、190球を超える球数を投げていた日もありました。先発の球数の平均が100球程度の今のプロ野球では考えられない数字です。2年目の1994年からは怪我との戦いが始まります。抜群の切れ味を誇るスライダーと150キロを超えるストレートを投げるには体が耐えられなかったのです。怪我が重なり2年近く前線から退いていた伊藤ですが、1997年に不死鳥のごとく復活を遂げます。1997年の伊藤は先発から役割を変えて、守護神として各チームの打線に立ちふさがりました。伊藤の武器であった150キロ近いストレートも復活しており、最終的には7勝2敗19セーブを記録してカムバック賞を受賞しました。その後は怪我とリハビリに流され、次第に成績も尻すぼみしていきます。ラストイヤーである2003年には肩の負担が少ないナックルボールを主体に復活を試みますが、フォアボールを連発してしまい退団を余儀なくされてしまいました。伊藤智仁といえばやはりスライダーが特徴です。伊藤の投げるスライダーといえば歴代ピッチャーの中でもナンバーワンと言われるほどの変化球と言われています。近年ではダルビッシュや松坂、田中将大などのピッチャーがスライダーを主体にしていますが、伊藤のスライダーはそれ以上にキレが抜群でした。ストライクからボールになるスライダーを投げるピッチャーはたくさんいるでしょう。しかしインコースのボール球からアウトコースのボール球になるほどのキレを持つスライダーを投げるのは伊藤ぐらいです。抜群の切れ味のスライダーに加えて、さらに150キロ近いストレートを投げてくるので、当時のバッターは手も足も出ませんでした。伊藤の実力は球界の名だたる方々のお墨付きです。あの野村克也が歴代最高の先発投手と評価し、同時期のヤクルトのキャッチャー古田がスライダーはナンバーワンと評価することです。ただ伊藤本人は奪三振を奪う自分のスタイルよりも1球でアウトを取るスタイルを望んでいました。そのため毎試合150球近く投げていたことに対して後悔しているようです。あれだけの奪三振を奪うスタイルでありながら意外ですよね。退団後はヤクルトのコーチに加わっています。引退後も野球に携わっている姿を見ると、本当に野球に対して真剣に取り組み野球を楽しんでいることが伝わります。だからこそあれだけの実力があったのでしょう。斉藤和巳、平成のエースピッチャー集団ホークスの中でもひときわ輝いていたのが斉藤和巳です。12年間ホークスに在籍していた斉藤ですが、実動はそれよりも短いので12年もやっていたんだと思われる方もいるはずです。1995年に190センチを超える身長やポテンシャルを買われ、ドラフト1位でホークスに入団。1997年に一度だけ中継ぎで登板しますが、それから5年近く右肩の怪我に悩まされます。リハビリや怪我を乗り越えて2003年からようやく斉藤劇場が幕を上げます。2002年に若田部が FA したことにより先発ピッチャー争いが激化したホークス、その熾烈な争いに勝ち残ったうちの一人が斉藤でした。斉藤は2003年に初の開幕投手を務め、ロッテ打線を抑え込み勝利投手になります。この活躍を皮切りに斉藤のポテンシャルが爆発します。当時のプロ野球記録となる先発16連勝に加え、
パリーグでは1985年以来の20勝を記録しました。最多勝や最優秀防御率賞などのあらゆるタイトルを獲得して、ホークスのリーグ優勝、そして日本一に貢献しました。その後も2004年には再び開幕投手に指名され、2年連続開幕投手を務めました。勢いが止まらない斉藤は肩の痛みに悩まされながらも、引退する2007年までホークスのエースとして活躍しました。斉藤の通算勝率は驚異の7割7分5厘を記録しており、10試合投げれば7試合勝つことができる計算です。まさしく勝つことがエースの絶対条件であることを体現してくれたのが斉藤でした。150キロを超えるストレートやスプリットフィンガードファストボールのような速いフォークが特徴的である斉藤。最高のフォークを投げるピッチャーのうちの一人とも言えるでしょう。しかし一番の斉藤の特徴は気持ちの強さです。20代前半の若い時期を怪我やリハビリに費やし、辛抱するためには強い気持ちが必要です。その強い気持ちがあったからこそ、一時代を築いたホークスの絶対的エースとして活躍できたのでしょう。長いリハビリ期間にバッターへの転向を提案されたこともありますが、持ち前の気持ちの強さによりピッチャー一筋として頑張ることを決意します。気持ちの強さもさることながら、実力も評価されていた斉藤。往年の名選手である落合氏は、当時の球界で最も優秀な投手として斉藤を評価しています。また黙々と練習する努力家であることも知られていて、後輩である杉内が練習で絶対に手を抜かないと発言するほどです。実動こそ3年程度ではありましたが、斉藤が残したインパクトはそれよりも衝撃的でした。ということで、今回の動画は短命に終わったすごすぎる選手たちについてご紹介しました。あなたの考えていた選手は動画で紹介されていましたか？もしこの選手がすごかったという選手がいたら、ぜひコメント欄で教えてください。それでは本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは野球のテーマをバンバン投稿していきます。よろしければ高評価や低評価、チャンネル登録をいただけると大変嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。